都市に本拠を置くホテル、旅館運営会社で、ホテルニューアージグループの母体的企業である。同社が運営するホテルニューアージは、アワジ島では有数の総合ホテルとされており、地域の景品館的な役割を担っている。前身は1961年に、初代の長尾忍が開業した、旅館、水月層。1966年に5階建てに増築すると、共に、 現在の名称に改められた。現在もホテルニューアワジ本館に、同社の本社を置く。同社は、淡路島内に、系列の淡路ジム、泉系、夢、泉系別荘、天原、ホテルニューアワジプラザ淡路島を運営する。同じ淡路島の夢海遊淡路島を運営する、AR インターナショナルと、香川県琴平町の琴平家団を運営する、株式会社家団。 淡路島の淡路市にあるリタイアメントビレッジナーブを運営する株式会社ナーブは同グループの参加である。2011年10月、神戸六甲アイランドの大型ホテル、神戸ベイシェラトンホテルタワーズを買収し、同年12月1日より運営を開始することが新聞報道された。阪神、淡路大震災の翌年である1996年より、 毎年、将棋の規制戦が行われていることでも知られている。2018年7月26日、ホテルニューアワジグループのリニューアルに伴い、同社のロゴとは別に、ホテルニューアワジグループ共通の新ロゴが発足、同時に、テレビ CM も刷新した。ホテルニューアワジのスライダープール。左に、夢泉家1982年頃から、テレビ CM を放映。 1985年に広告代理店からの依頼で CM を一新した際に西浦達夫の作詞、作曲による演歌調のオリジナルソングを採用したところ、この曲が一躍有名になった。当初は演歌歌手が西浦の曲を歌う予定だったが、制作費の不足によって歌手の採用が見送られた結果、西浦自身が録音したデモテープの音源が、 CM にそのまま使用されたという。1985年版の CM は、リニューアルを重ねながら、関西地方の民放テレビ局で頻繁に放送されていた。2018年7月26日から朝日奈綾の出演、歌唱による新しいテレビ CM の放送を開始したが、地元、兵庫県内の独立局である、サンテレビでは、従来の CM も引き続き放送している。 また、a m イド FM 放送事業を展開する在反民放ラジオ3局では各局を代表するパーソナリティが出演する CM を局別に制作、放送。毎日放送には年に2回設定される MBS ラジオスペシャルウィーク向けに特定の期間内に特定のコースで宿泊できるリスナープレゼントも2019年12月のドリームウィークまで提供していた。 ありがとうございます。